飲酒生活に疲れてきたっていうか、数日抜いてみようかなと思ってやってみたら1日の時間が長くなってびっくりしたんですよね。毎日飲んでんだけど序列が回ってなくなってる人と飲むのはすごく嫌なのでそういうところが一切近寄らない。佐々木さんに怒られそう飲み屋って通ってると友達ができるんですよ。会えないけど、はい、そういう場に行くっていうのは結構重要かなと思ってて、うん、そういう場所ってやっぱある程度壁が壊れたりから話せるので、コミュニケーションのために飲んでたんですけど、酒飲んでる時の本音みたいなのって本音じゃねえって気づいて、スナックのママに一番いる客の名前を聞いたことがあって、なべ、うん、ちゃん、社長、先生っていうのがキンキンに冷えたビール。何かとお酒を飲むことが増える夏のシーズンですが、実は最近その飲み方に変化が訪れているとか。お待たせしました。その変化が今日の本題。2週間前にオープンしたばかりのスマドリバー渋谷、店名に書かれているのは 0% の文字。アルコール度数ゼロ、つまりお酒が飲める人だけじゃなく飲めない人も楽しめるバーなんです。今ライフスタイルの多様化に伴って飲み方にも多様性が求められています。で特にですね、若年層の方で必ずしも酔うことが必要ではなくて、仲間とつながりたいというニーズはすごくあると。でそこが必ずしも従来的な飲み方である必要はないと思っていらっしゃる方多いという印象を持って、流行の発信地渋谷のど真ん中に位置するだけあって、ドリンクはどれもおしゃれ。アルコール度数は0、0.5、3% から選ぶことができ、メニュー数は100種類以上にも。ノンアルとかって飲んだりする？私は結構飲みます。ここまで酔いたくないなって思った時に飲んだ。酒が好きじゃないっていう人もいますね。ノンアルだったら別に酔っ払ったりしないので、新しいというかこういう楽しみ方もあるんだなっていう一個の気分転換にはなるかなっていう。飲める人と、まあ、飲めない人一緒にいても大丈夫なお店が増えてるのはありがたいです。お酒の楽しみ方も多様性の時代へという中、実は今あるライフスタイルが若者に広まっているそう。それがソーバーキュリアス。シラフ、好奇心という2つの言葉を掛け合わせた造語で、あえて飲まないというライフスタイルのこと。こちらの女性も飲まない選択をした一人。完全にもう一滴も飲みませんっていう風にしたのが2020年の8月の8日からですね。なぜだったんでしょうか？もともとワインが大好きで、ボトル1本 750ml を1人で飲む。次の日に起きた時に前の日の記憶がないっていうのが結構ありました。別の友達が彼がすごい怒ってるよっていう風に言ったので、まあ、電話かけて、ごめん昨日なんか私変なこと言ったのかなって言ったら、ものすごく怒ってて、酔っ払って言うことっていうのは要するに本心だと思うから、僕はもう君とは友達やめるねって絶交されてしまったこと。お酒での失敗、そして年齢を重ねることによって楽しさよりも後悔することが増えていく現実。そんな自分を変えたいとソーバーキュリアスを選んだところ、今までの生活が一転。一番のメリットは、まず変なことしてかしてないかとかですね、まあ、そういう精神的な安定感が得られるっていうことと、朝すっきり起きられるとか、体的な楽さですよね。3つ目がやっぱり金銭的な余裕。やめた時ってこう辛さとか、自分のアイデンティティがこうなくなってしまうっていう不安がすごくありました。もうやめてみたら晴れ晴れとした世界が向こうには待ってたって感じですね。厚生労働省の調査によると、彼女のようにお酒を飲めるけどほとんど飲まないという20代は 26.8% と4人に1人も。それに対して、人生に酒は必要だと豪語する人物が。私は高山洋平です。駆け出しではございますが、プロ飲み師をさせていただいてます。どこか怪しい風貌の男性、片
書きはブロノミ氏。怪しさ満点ですが、高山さんは企画制作会社の会長さんです。どのぐらい大体飲んでますか？とにかく毎日飲んでます。年間だから360日ぐらい本当に飲んでますね。まあ、平均10杯から15杯とか。なぜ高山さんはお酒を飲むんでしょうか？もちろんそれは肝臓とか俺みたいに飲んでるのがいいわけはないんだけど、それを引き換えに心の健康を手に入れてるというか。高山さんにとってお酒とは何ですか？人をつなぐコミュニケーションツールなのかな。お酒が人をつなぐ、いわゆる飲みニケーションですが、そこにも常に賛否の声が飛び交っていて、職場じゃ言えない本音もあるし、仕事につながることもある。お酒を飲まなきゃ言えない本音って何？若者は飲みたくないと思われてるのか、行きたいのに誘われない。給料も出ないのに上司の接待とかだるすぎ。今夜は新たなライフスタイル、ソーバーキュリアスってなんだ？飲みニケーションはもうオワコン？お酒は人生に必要か不要か考えます。さあ今日の特集は飲みニケーションについてね、考えていきますけれども、兼近さんどうですか？いやお酒、僕もともとは飲んでたんですけど、はい、やっぱ飲まなくなりましたね。そのまずいって思っちゃってたんで、ずっとやっぱ無理してコミュニケーションのために飲んでたんですけど、酒飲んでる時の本音みたいなのって本音じゃねえって気づいて。あ、そう。それは酒飲んでる時の言葉で、真面目な仕事する時って酒飲んでねえじゃんと思っちゃって、うん、ちゃんとした話する時は酒まず飲んでないし。そうか。あとお酒飲んで無駄にする時間が多かったっていうのと、酒飲んで得したことがない、うん、あとやっぱみんなこう飲んで、わ飲みやすいっていうのがすごい嫌で、うん、じゃあちょっとまじいんじゃねえかよっていつも思っちゃって。そうそう深いですね。ジュースとかだったらうめえっていう癖に、飲みやすい飲みやすいんだよこれ、飲んでみなよって、お前ちょっとまじいもん飲ませに来てんじゃねえかよみたいなのもやっぱありましたね。あと真面目な人好きって言っておきながら、体に悪いことしてるお酒飲んでる人好きな人とかも矛盾感じてすごい嫌でしたし、うんうん、なるほど。もう嫌なことばっかりでした。なるほど。では早速議論進めてまいります。ゲストをご紹介いたします。2年前にお酒を飲まないソーバーキュリアスを選び、現在はノンアルコールが豊富なバーを運営されています、桜井鈴もさんです。桜井さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。そしてもう一方ですけれども、人生にお酒は必要だと主張し、年間360日およそ1000軒の店を飲み歩く生活を20年以上続けていらっしゃいます、自称プロ飲み師の高山陽平さんです。高山さんよろしくお願いします。どうもよろしくお願いします、はい、プロというだけありましてね、今日も飲みながらのご参加ということでね、最高手元にお酒です。もうこれは、ね、水じゃなくてこれがスタイルということでご理解いただければということでですね、早速ですけれども、まあ、あえてお酒を飲まないというですね、うん、ライフスタイルが、まあ、注目されているということで、ソーバーキュリアスというそうですけれども、桜井さんこれどういうことなんでしょうか？まあ、あの体質的には飲めるけれども、はい、あえて自発的に飲まない生活を送っている人のこととか、うん、そのライフスタイルを言うんだと思います、はい、うん、今あのデータが出てますけれども、ですから、まあ、飲むという人、それから飲まない飲めないという人の間に、うん、まあ、飲めるけどあえて飲まないという人の割合を出してるんですけども、はい、結構な割合になってきてるんですね。そうですね。どうしてこういう傾向になってきてるとかってどう見てるんですか？いや、それは僕にもちょっと分かんないですけど、うん、はい、まあ、コロナがあったりとかね、うん、いう中で、うん、コミュニケーションの機会も減ってるのかもしれないということですけれども、うん、そもそも桜井さんはなぜそちらの方向に、まあ、飲まないようにしたのかというところですけど、うんうん、特に大きな出来事があったわけじゃないんですけど、はい、まあ、簡単に言うと飲酒生活に疲れてきたっていうか。あ、まあ、結構飲んでらしたみたいですね。ずっと毎晩飲んでましたよ、はい、こっち側の前山さんに近いぐらい、うん、でも、まあ、いつも深夜まで飲んで、はい、朝重たげな気分で目が覚めて、うん、で前夜のちょっと言い過ぎてしまったことを、はい、うつうつと反省しながら、うん、昼過ぎまで行ってみたいな、うん、そういうサイクルにだんだん我ながらうつわりしてきました、はい、で一気にやめたんですか、それとも、うん、最初はちょっと抜いてみようかなと思って、うん、あまりにも毎日飲んでたから、はい、ちょっと数日抜いてみようかなと思って、うん、やってみたら、あの1日の時間が長くなってびっくりしたんですよね。お、数日抜いて飲むとすごくいい感じなんですよね、うん、それでそのまま飲まなくなっちゃったんですよ僕の場合は。あ、そうですか、うん、あ、まあ、飲まなくなったというか僕ノンアルにすぐ移行したんで、うん、はい、
生活はそのまんまで、うん、たまたまこうアルコールの入っていないお酒を飲んでるみたいな感じですね、はい、なるほど、ええ、でノンアルの、まあ、バーまでね、はい運営されてるということで、うん、どうですか反響を含めて、うんうん、まあまあいろんな方がいらっしゃいますけど、うん、のあ一応お酒も置いてあるんで、はい、飲む方もいらっしゃいますよ。であまりにもノンアルのメニューがいっぱいあるんで、うん、試しに飲んでみようかなみたいな感じで、うん、飲んでるうちにだんだんノンアルに移行してるっていう人が結構いますね、うんうん、高山さんこれ聞かれててどんな風にお感じになってますか。あれも本当にいろんな人がいるから、うん、それでいいと思います。佐々木さんいかがですか、うん、いやいろんな人がいるなっていうね八代さんと全く逆ではいはい、もうね、酒は好きなんですよ。だから結構毎日飲んでんだけど、うん、食事の時に飲むだけ、うん、で酒は好きだけど酔っ払いが嫌い。酔っ払うのも嫌いだし、うん、酔っ払いを見るのも嫌いなので、うんうん、だからなんかほら今の若い人ってあんまり酔っ払ってる人いないじゃないですか。昔よく新宿あたり行くと、ね、うん、なんか、まあ、その辺でこんななってるおじさんいっぱいいたんだけどだからなんだろう、普通に食事に乗って一緒にワインとか日本酒飲んで、あ美味しかったねで終わらせるのは普通にやってます。じゃああんまり騒がしいところに、そうそう、だからなんかね、こう、うん、なんだか路列が回ってならなくなってる人と飲むのはすごく嫌なので、うん、そういうところが一切近寄らない。佐々木さんに怒られそう酔って話しちゃダメだな佐々木さんとは。でもね、さっき金塚さんがおっしゃってたように別に飲まなきゃ話できないなんてこともないわけで、うん、確かに、ね、真面目な議論、例えばアベプラでねこれ酒飲み屋がやったらグダグダになって終わるの全員が飲んでたらおしまいですちょっと面白いですけどね。なんかロフトプラスワンかなんかでなんかトークイベントやってね、酒飲みながらやりますとすごい言われて、飲みながらやったんだけど、やっぱりねグダグダになるしかなかったので、なるほど、やっぱこれはね真面目な議論になればなるほどやっぱ飲まないでやった方がいいし、なんかその酒を飲んだからこそ本音が分かるとかいうのもやっぱり嘘だよなという。ああそうか、そっちなんだ。酒飲んでる時の真実とシラフの品質は別の人格みたいなぐらいのを持ってるし、なんだろうな、こう本当の人格はどっちなのかって、やっぱシラフの時の人格だと思うんですよね。なんか酔っ払ってお前の気持ち分かったよとかってなんか肩叩き合ってるけど、それ思い込んでるだけだろそんなもんはっていうねあとね、記憶なくすのが怖いですよね。その程度のもんなんじゃないかなっていうふうには思います。だから僕は飲むけど別に人に飲むのを全く強制したくないし、はい、酔っ払いたくもないんで、うんうん、まあ静かに飲みたい人が勝手に飲めばいいんじゃないのっていう、まあそういう結論ですかね。酒場に行くと何があるかっていうとですね、本当にいろんな人が見れるんですよ。でさっき言ったようにその酒場に行ってもですね、酒飲む人もいれば飲まない人もいると、別にいいじゃないですか。で例えば音楽が好きな人もいるけど別にそんなに好きじゃない人がいるって、それもうどうでもいいじゃない、どっちでもいいじゃないですかっていうことがまず分かるという、要は酒場によってですね、なんか人が分かるのかなっていうのが、で自分の仕事が広告の仕事なんで、それに対してやっぱりその人を分かるってすごい広告マンとしてはすごく重要なことなのかなって自分では思ってるんですね。だからそれをまあちょっと言い訳みたいな話なんですけど、飲みに行く言い訳みたいな話なんですが、なんかまあそういうのが学べるっていうのと、あと例えばずっとね自分はその音楽とか詳しいと思ってたんですね。ただその飲み屋に行って、あ俺全然詳しくないじゃんっていうすごい人たちもたくさんいるんですね世の中に。自分が知らない知見というかっていう人が結構飲み屋に結構集まってるんですよ。でそういう人たちの話聞くと、なんて言うんだろう、勉強になるというか新しいことが知れるというか、それがなんていうんですか、自分の仕事に生かされるから、ある意味なんていうんですか、その企画力が上がるからお金が稼げるようになるんですね。今ってほら職場の人と飲みに行くっていうのが、うん、どんどんできないっていうか、まあ、ね、その俺も嫌だから、変な上司と一緒に飲みに行くのとか絶対に嫌だからだけどなんていうんですか、誰か飲む人ってやっぱ必要で、うん、で高校とか小学校でもそうですけど、大学の友達でももうほとんど会わないじゃないですか。もう44なんですけど年に1回はいい方だと思うんですね。ただ飲み屋って通ってると友達ができるんですよ。もうずっと何年も通ってると本当の友達ができるんですね。でなんて言うんだろう、そこに行くことにすぐに会いに行ける友達が、毎日会いに行ける友達がいて、で例えば仕事とかでも、こんなちっちゃい会社でもなんか困ることもあるわけですね。その時とかにどうしようって言った時になんかいろんな慰めてくれたり、ほら相談乗ってくれたりとか、
そういう友達が常にいる状況が結構できるなっていうのが最近思ってて、だからなんて言うんだろう、飲み屋ってなんか友達を作りに行ってんのかなとか最近思ってます、ね、東京都立大の谷口先生っていう教授がいて、スナックの研究してる先生がいるんですよね、うん、日本の夜の公共圏って言って、要するにスナックっていうのが今その中間共同体が創出して、みんな仲間がいない中で田舎に行くと、その一軒あるスナックにみんなこう老若男女集まってきて、そこで交流することが新しい公共体、公共その共同体のねのこう代替物になってるんだけど、書かれてそれは確かにそうだよなと。ある意味なんかまあそれ飲むか飲まないかも個人の自由だと思うんだけど、なんかそういうね全然関係ない文化圏に属する人たちが集まれるっていうか、うん、なんかこうすれ違える場所ってやっぱり大事だったのは確かに間違いないなと思うんですよ、うん、なんか、うん、スナックのママに聞いたんですよ、一番いる客の名前を聞いたことがあって、うん、あのいろんなスナックのママに聞いて自分なりに統計取ったんですけど、一番日本で、うん、あの一番スナックにいるベスト3でいうとですね、なべちゃん社長、社長いる、社長先生っていうのが面白かったね、ここまでどこの先生か分かんないけど、めちゃくちゃいろんなスナックに先生って聞いて、俺も言われます、いろんな人に聞いたんですよ、なべちゃんも漫画家も先生だし、先生、先生漫画家ですね、俺のところも社長ですから、はいはいはい、ということで、あの高山さん、続きは飲み屋さんで。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。